はようございます、よろしくお願いします、ドムのテストがどんどん書きたくなるテスティングライブラリ世界への招待ということで15分間、お話しさせていただきます。多分たった今ハッシュタグでツイートしてスライドあるので、もし手元で見たいという方は手元のツイッターで、URL 拾ってみてください。はい、じゃあよろしくお願いします。皆さん元気ですか？朝早起きした人もいると思いますが、僕も朝9時から博多着で、ちょっと時間潰してました。楽しみすぎて。で、今日お話しするのは3つです。本題は一番最後なんですが、まずそもそもドムのテストをしたくなる理由、あるいはなんでできないんだろうという、しにくいんだろうという話、背景の話から始めます。それがテストのコストパフォーマンスについてというテーマで、2番目がなぜ U1 にテストって書かれてこなかったんだろうという話、あるいは書きにくいのだろうという話で、3番目がようやく本題、今日話すテスティングライブラリーっていうものについての紹介します。最近テスト書いた、先週テスト書いた人どんぐらいいますか？先週テスト書きました、半分ちょっとぐらい。テストね、まずテストってなんで書くんだろうって話から今日するんで、最近テスト書いてないなっていう人だったり、テスト書くのめんどくさいなっていう人は、まずそこのところちょっと聞いてもらえればなと思います。自己紹介です。ラコラコと言います。あんまり PHP 界隈ではいなくて、もともと PHP 全く書いてないし、今日は PHP の話ゼロです。アンギュラー日本ユーザー会とかやってますが、クラッシーっていう学校教育系のサービスやってる会社で働いてます。 Twitter ラコツーネットです。この辺の情報で話してみたいなっていう人いたら、後で懇親会でもアスクザスピーカーでも来てください。あと宣伝です。 JavaScript Primer という本の強調をやっています。今月改訂2版が出ましたんで、よろしくお願いします。はい、宣伝終わりです。テストのコストパフォーマンスについて話します。テストって無料じゃないんですね。書いた人は分かると思いますが、労力と時間がかかるんですね。なのでテストがパフォーマンス低ければ、コストが高ければ書かれないんですね。テストに限らず、コスパが悪いものってだんだんやられなくなっていくというものですね。ですのでテストをやっていきたいぞっていうときには、コスパが大事です。低いコストで高いパフォーマンスが出るようなテストってどうやったら書けるんだろうっていうことを意識する人が出てきます。じゃないとやる気があるときしか書けないって感じになってしまいますからね。で、テストにかかるコストって何かというと、分解していくといろいろあるかなと思っていて、一つはまずテスト可能なアプリケーションコードにするコストっていうのがでかいっていうのは、多分テスト書いて皆さんよくわかると思います。テストじゃなくてテストを書けるようにする準備が大変なんですよね。むしろここが一番大変なのではという説すらあります。で、すると次テストを書くコストがあります。当然無から生まれないんで、チャット GPT が作ってくれるかもしれないですけど、テストを書くコストがあります。で、テストを実行するコストもかかりますね。テストを待ってる間デプロイできませんみたいなことが起きますね。で、テストをメンテナンスするコスト、書いて終わりじゃないんで、テストを動き続けなきゃいけないから、テストをメンテナンスするコストもかかります。こういったものがテストにかかるコストかなと思います。なので、これに払った分、ペイするようなうまみがないと、テストって続かないんですね。では、うまみって何かというと、テストのパフォーマンスは何かっていうのを改めて考えてみると、我々はテストがあることで何を得ているんでしょうかっていうのを、ちょっと今日改めて考えてみたいと思います。何のためにテストを書いているのか。テスト書いた方がいいからです。それは答えになってないので、じゃあなんでテスト書いた方がいいんですかってなっちゃうんで、ね、で、それが分かると、じゃあよりパフォーマンスの高いテストってどういうテストなのかという、良いテスト悪いテストの判断ができるようになってくると、こういう順番で考えていく必要があります。で、今日もうはっきり言ってしまうんですが、僕の結論としては、テストは不安を取り除くために行われています。これはもうプログラミングに限らず、何かテストするっていうとき、何かをテストしたいなっていうときって、何か不確実なものがあるんですね。期待通りにいくかどうかわからないものがあるから、そしてそれを使わなきゃいけない本番があるから、テストしたいっていうことが生まれる、試験したい。なので、この2つの要素が重要で、期待通りに動くかわからないものがある、それを使わなきゃいけない、バッチリ動かなきゃいけない本番があるっていう、この2つの要素が、テストっていうものが、テストしたいと思う原動力になります。何か完全に動くって分かっているものをテストする意味ないし、別にテストしたところでそれ別に本番で使わないのでってなったらテストする意味ない、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、この2つ結構重要で、本番で失敗するかもしれない、本番で失敗したくないっていう気持ちがあるから
テストしたいっていう、うまみ、そこが原動力になると。だから我々がテストで得ようとしているものは突き詰めると安心なんですね。これは安全ではなく安心です。安心が欲しいからテストしてるってことです。どういうことかというと、テストを書いても書かなくてもアプリケーションコードに変化がなければ、もともとうまく動いてたものがうまく動かなくなるとか逆はないんですよね。テストは影響を与えないので、だから安全になるではないんですね。ただ安心ができるということがテストの重要な部分です。はい。で、今日の問いはなぜテストがあると安心できるのかっていうことも突き詰めていきます。なぜかというと、このテストが通るなら本番でも動くはずだって信じられるからテストを書くと安心できる。逆にそう思えないテストはどんだけ書いても安心できないんですね。テストは落ちるけど本番では動きますっていうものを放置されてるとか、あるいは逆にテストは通るんだけど本番では動かないことがあるっていうものを放置されてるっていうのは、そのテストでは全く安心が得られてないんですね。それはパフォーマンスが低いテストです。ですので、そのテストをメンテナンスするコストが高いと放置されて、どん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 なんかよくわからんけどあるテストコードっていうのが生まれます。しまいには CI で実行されなくなります。それ動いてないんで無視してください、じゃあ消してくださいよみたいな話になるんですね。はい。なのでコスパを考えると、結論としてはより少ないコストで高いパフォーマンスを得られるっていうのが、より多くの安心を得られる、少ない手間でより安心できるテストっていうのが、パフォーマンスがコスパの良いテストだと一旦ここで踏まえようと思います。はい。じゃあどんなテスト安心できるんですか。これは究極の安心、我々がソフトウェアプログラム書いて究極に安心するのは、本番に出して動いたよかったっていう事後なんですね。まあそれはそうです、動いたよかったですね、ほっとしました。でもそれはうまくいったからよかった結果論で、もし失敗したら大事故ですね。なのでデリバリーの前に、まあ、当然テストしたい、安心したいんですね。ですのでここから分かるのは、より本番の用途、本番のユースケースに近いテストができればより安心できるということです。まあ当たり前なんですが、テストが通るだけのテストは意味がないっていうことですね。より本番の再現されたテストが必要ですっていうことが、第1部テストのコスパの話がここまでです。だいたい7分ぐらいちょっと巻いていきます。 UI のテストで、ここから話を UI ドメインの方に移していきます。 UI のテストを書いたことがある方、今年書いた方、 UI のテストを書いた方、さっきより数が減りましたね。やっぱ少ないと思われます。まあ仕事が UI 関係あるかないかみたいなのあると思いますが、よく言われるのが、どうせすぐ壊れるからとか、コスパが悪いからペイしないと、まあ、まさにコスパの話になってくるんですね。なぜかというと、まあ、コストが高いと思われているし、あんまりペイしない、書いたところで、まあ、見た目だからみたいな話になってきて、パフォーマンスのそんなに安心を得られないって言われる。特に言われるのが、 UI ってすぐ変わるからって言われるんですね。でこれおかしい話で、 UI がすぐ変わるからテスト壊れちゃって安心できないんで書かないですってことは、その変更ってユーザーにとってもそんなにめちゃくちゃ変更入ってるんですかってことなんですね。つまりテストが壊れるってことは、それってユーザーも以前の使い方ができなくなったってこととどんぐらい一致するんですか。ユーザーにとっては特に変わってないんだけど、テストだけ壊れるっていうのは、つまりテストが本番を再現できてないんですね。ユーザーは使い続けられるのにテストだけ壊れるってことが、テストと本番の乖離を示しているということが言えます。ですので、どれだけ UI のテストも本番に近づけられるかってことを考えると、ユーザーの視点に立つと、ユーザーは HTML を読まないんですね。ユーザーは ID 属性読んでないし、ユーザーはクラスを見てないし、ユーザーはタグの親子関係も知りません。これが子なのか孫なのかも知らない。だからそういうことでテストをすると、どん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 本番からかけ離れる。つまりユーザーに可能なことだけでテストすると、本番で使われる要点に近い UI のテストができる、パフォーマンスの高いテストができると言えます。でユーザーに可能なことって突き詰めると、テキストを読んだり、フォームに入力したり、ボタンクリックするみたいな、まさにユーザーインタラクションが発生する部分ですね。ユーザーが知覚可能な情報とユーザーが実行可能なアクションの組み合わせでテストをするってことを意識していくと、 UI のテスト、 DOM のテスト、 HM のテストがより信頼性の高いというか、より安心できる、これが通っているなら本番でも大丈夫だろうと思えるテストになると言えると思います。はい。でこれって言い継ぎテストではみたいな思った方は勘が良い。まさにそうなんですね。
ブラウザを使ってブラウザ上の動きでやっていくっていうのはまさにこれに近いですけど、問題はハイコストなんですね。 E2E テストというのはハイコストハイパフォーマンスです。だし E2E テストでも泳ぎが悪いと ID 属性とかいろいろ見てしまうと。なので求めているのはローコストで E2E テストのようなハイパフォーマンスな UI テストがどうやったら書けるかという方法になります。でようやく本題やっていきます。テスティングライブラリーです。これから話したこの思想に乗っ取って最初から作られたテストのユーティリティになります。これめんどくさいですがテスティングライブラリーというテスティングライブラリーです。あのユーティリティの名前です。あのライブラリー名です。めちゃくちゃググりにくいですが最近はちゃんと出てくる気がします。テスティングライブラリーです。作者ケンシードットっていう方です。このきっかけになったというか根底にある思想が、まあ、さっき僕が話したと大体一緒で、テストがソフトウェアの使用方法に似ていれば似ているほどそのテストの信頼性が高まるという根本の思想で作られております。特徴がいろいろあるんですが、まとめると設計原則3つあります。 UI コンポーネントのレンダリングに関するテストはコンポーネントの JavaScript 上のインスタンスではなく DOM を見なさい。でユーザーが使用する方法でテストしなさい。UTK シンプルで使いやすく柔軟でありなさいというこの3つの原則で作られたライブラリなんですが、ライブラリというかはこれはね概念というか思想なんですね。リアクトだったりアンギュラーだったりビューだったりあとは生のドムだったりあるんですが、それぞれ別のライブラリです。しかも作者も違います。どういうことかというとのれん分けが行われているんですね。この思想に共感したメンテナがそれぞれのフレームワークやライブラリに対してバインディングをというか同じ思想で同じようなインターフェースで作ったものをそれぞれメンテナンスしているということが起きています。で、ほぼインターフェースはみんな一緒です。リアクトビュー、アンギュラーはほぼ一緒。一回覚えたら全部使えるという感じになっています。で、コンポーネントのテストの基本形が、コンポーネントを使ってDOMを生成して、その結果を調べて、結果を検証するっていう、まあ、基本の、そりゃそうだろうっていうものを全部やってるんですが、API がみんな共通していると。で、ちょっと時間も短くなってきたんですが、一番重要なのはクエリという部分で、結局テストが本番から乖離する方法の一番大きい部分ってどうやって要素を見つけるかっていう部分にプログラマーしかわからない情報を使っちゃうと、ここがあります。なんでここでユーザーだけがユーザーにとってアクセシブルな情報で要素を取ってくるってことをしなきゃいけない。ここにテスティングライブラリが結構優れている部分があって、アクセシビリティの情報を駆使します。アリアロールだったり、ラベルテキストだったり、ウェブアクセシビリティの情報が正しく付与されていれば、ユーザーが知覚できるはずの情報というものを優先度の高いクエリとして開発者に示しています。これを使って書いていると、自然とこういうユーザーネームというものが、ラベルがついているフォームを取ってくるというときには、ここにユーザーネームというラベルがあるんだから、ユーザーネームのテキストフィルを取ってくるっていうに入力するという、ユーザーが考えている順番で、コードを書ける。ゲットバイラベルテキスト、ユーザーネームとしてインプット要素を取ってくるということができる。てかもうこう書くべきという思想があります。ラベルの使い方を間違えて、for とかつながってないってなると、これはテストが通りません。これは not found になります。当然ですね。アクセシビリティの情報が結びついてないからですね。ということで、これテスト書くと、アクセシビリティが高まるという副産物もあります。優先度の高い、より本番に近いユーザーの視点のテストを書いていくと、自然とアクセシビリティも高まっていくというふうになります。で、最初は難しくても、テストをリファクタリングしていくことによって、より優先度の高い、よりアクセシビリティに、高いクエリを使えるようにテストを直していくということもできます。で、あと、このテストは TDD とも相性がいいという話もあるんですが、これはもし TDD 興味ある方いたら、後で懇親会とかでゆっくり話しましょう。はい、でテストを壊れにくくするというコストを下げる部分が特に重要です。テスティングライブラリで書くとテスト壊れにくくなります。なぜかというと実装の詳細に立ち入らないからですね。ユーザーにとって壊れてなければテストが壊れない、これを守ろうとします。ユーザーにとってユーザーネームというさっきのラベルが消えちゃうとテストが落ちる、そりゃそうだけど、ユーザーにとって見えてるんだったらそれはテストも通り続けなきゃいけないということが言えると、そういう思想でTest only break when your app breaks. アプリが壊れたときにテストが落ちるという、この鉄則を守ろうとする思想があります。ということで、テストを書くことがより安心できるためには、本番でユーザーが使うというユースケースにどんだけ近いか
ということが重要ですというのは、まあ、今日一番伝えたかった話ではあります。でそこで DOM UI に関して言えばより、突き詰めるとユーザーが知覚できる情報とユーザーが取り得るアクションだけでテストをかければよりユーザーが本番で使うテストに近くなる。それをサポートするためにテスティングライバリーという便利なものがあるんで、ぜひよかったら機会があったら使ってみてくださいというご招待の話でした。以上、アスクザスピーカー懇親会などでお待ちしています。ありがとうございました。